はい、では、10時になりましたので、また続きで2本目やっていこうと思います。はい、どうも皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。ゲームがあるからギリ生きてる山ちゃんと申します。ただいま2024年5月26日日曜日でございます。午後10時、皆さんいかがお過ごしでしょうか。本当は9時にやる予定でしたけど。ということで、今回はね、5月25日昨日ですね、開催されたインディーゲーム紹介イベント、インディーライブエキスポ、スチームストアの特設ページをね、皆さんと一緒に見ていこうかなと思います。開催期間は5月25日昨日から6月1日までとなっているとのことです。なんかセールもね、結構行われているようです。さあ、どうでしょうか。皆さんは昨日ね、インディーライブエキスポをご覧になられたのでしょうか。私は同時視聴ね、されている方のところでね、見ていたんですけども、なんか急におっさん4人のゲーム実況始まった瞬間にも寝落ちしましたね。まあ今回ね、初めてこういったゲームイベントリアルタイムで視聴したんですけども、個人的に MC とか喋りはいらんかなと思いましたね。ゲーム紹介垂れ流しの方が好みでしたね。はい、ということで行きましょう。ワールドプレミアですね。これ出てきとったね。あ、これ昨日、一昨日か、金曜日に新作を探すね、6月の新作が少ないんで探す配信してて、これターバントークのターバントークかコーヒートークのオマージュやん言ってたもんね。これでも面白そうやね。なんかお酒を出してなんか言ってたね。酒場切り盛りするビジュアルノベル、まあ、D&D にインスピレーションって書いてあるけど、多分まあコーヒートークね。酒場っていう時点であれかな、バルハラ。あー、体験版もあるね。結構体験版出てきてると思う。もうネクストフェスにかぶしてくると思うね。多分ネクストフェスの上位に上がってくるやつとかあると思うね。もう今から出てるやつとか多分ね。これがあれやね、マルファー社やったっけの続編タイトル。何やったっけ、溶鉄のマルファー社。知らんねえな、前作。溶鉄のマルフーシャ。バルハラとかコーヒートークみたいなゲームって意外と他にない気がするからいいですね。あー、言われてみればそうですね。結局、ニルヴァーナも一生出えへんやろな、あれ。続編のやつ。簡単操作で遊べるハイテンポシューティング。これはワールドプレミアですね。今回初登場。世界初登場ってことですね。簡単操作で遊べるカードでキャラクターを強化し、民間軍事企業の社員として様々な対象を防衛します。タワーディフェンスでもないけど、まあ、ディフェンス系のゲームでしょうね。ナイトメアオペレーション。オペレーター。昔さ、声で操作するやつあったよね、プレスで。買ったもん。オペレーターズサイドっていうゲーム。あ、ちょっとホラーこれ。ナイトメアオペレーターは荒廃した東京で妖怪を狩るホラーアクションだ。緊張感あふれるサバイバルホラーに激しいシューティングアクション。そこにさらに格闘スキルベースの要素で演出が融合し、真新しい戦闘体験を味わえるということです。シーマン？うん、オペレーターズサイドっていうね、なんかね、宇宙ステーションをね、声で指示していくんですよ。マイク必須やったんですけど、あ、どうやってやったんかな？どうやってやったんかちょっと覚えてないですけど、マイクが必要で、そこ右とかやったら右曲がってくれたりするんですよ。撃って敵に照準合わせて、撃ってとか言って操作するゲームがあったんですよ。テック系か？ワールド。あ、ワールドプレミア、ま、多分ね、そんなことないかな。結構ね、このイベントが始まった時に、スチームストアページがオープンしたやつが結構あるんですよ。だからフォロワー数とか、今まだ少ないかもしれん。未解決事件は終わらせないといけないからです。まだ圧倒的オフやね。直近もやっぱ高いわ。未解決事件終わらせたよ。1000円せえへんのちゃうかったっけ？値段もいいところやね。まあ値段、ボリューム的にね、値段とボリュームはまあ比例してるね。あ、これはちょっと何も言わんとくわ。あ、ネタバレ系やから。これ、前々からずっとしとったんよ、これ。これでも紹介したかったんですけど、アッカロン。PV がなかったんよ、映像が。なんかちょっと紹介しなかったんよ。でも今回ついに PV が。これなんだ、面白そうと思ってんけど。パブリッシャーがサンソフトやね、これ。あ、ちゃう、あれも入ってんね、開発も。まあ怪物じゃねえな、何やろ。怪獣的なやつの上に、街づくりシミュレーションですよね。サンソフトって、言ったら何やろ。ヘベレ系、か？一気もそうやったっけ？インディーライブエクスポの協賛企業、まあ、スポンサーっちゅうこっちゃですね。サイゲームやから、ああ、なるほどね。しがらみってやつですね。ああ、体験版ないんか、これ。いや、これ体験版多分あれ出てくると思う。ネクストフェスで。なんかそんな言ってたような気がする。ちょっと覚えてないけど、ごめんなさいね。書いてるかな、俺。
ックアップしたやつに体験版出るとか書いてたような気がすんねんけどな。書いてない。申し訳ない。スタンソフトやるね。なんか、アイキャッチはクリックしたくなるアイキャッチだね。私はね。これ、シノノメの要因のミコやったっけ？これ面白そうやった。新シノノメ。危機開会よね。これもでも前から見たことあるような気がすんねんけどな。ああ、これなんか、うまいこと作ってるね。この、見下ろし視点をうまく活かした感じだったね。訪れるたびに変容するあやかしの、つふくの屋敷かな。ああ、これ、なかなか、売れそうな気がする。主人公のミコヨノは、もののけ、妖怪や怨霊が救う自動生、あ、ローグライクなんや、自動生成ね。はいはい。の、数々のお化け屋敷を限られたアイテムと罠を使って生き残る思考型ロークライクホラーアクション。2024年秋発売予定です。角川ですね。あ、っていうことあれか？角川の出身のやつかな？76人しかおらんの？これ面白そうやねんけどな。うちの飲めね、全然下行かれへんね。あー、これね。なんかバスの運転手になって、迷惑客をどつくみたいな話でしたね。タブルが、これマジ言ってんのそうなんや。あ、これ音ないんや。トローリーかな。トローリーバスの運転手の立場となって風変わりで混沌とした一人称アクションゲームです。そうなんや。これ好みなんや。乗客の旅行の有効性を確認して物事をスムーズに進めましょう。ただし、ルール違反者には注意してください。切符の発行から拳で、鉄拳制裁やね。鉄拳制裁。これ絶対バカゲーやん。暴力的だな。鉄拳制裁で迷惑客を芝居ていくっていうゲームですね。そうなんや。なかなかどぎついゲームですね。マッスロパレットよかったよ。携帯ゲームやけど、もともとこれよかった。あ、もう出てんのか。フリーの音楽やけど、音楽のチョイスよかったんや。これ新メガテンサー3、安かったんで買いました。初のメガテン作品です。3か。マジそうなゲームお探し中ですわ。ね、お話が良かったね、これ。アドベンチャーゲームとしてすごい良かったね。ほぼ白黒で、いいゲームでした。あ、これもちょっと気になって、なんかクレーンでアイテム、クレーンゲームでアイテム取って攻撃していくゲームですよね。わ、これ、なかなかユニークやなと思いましたね。そうなんや、メガテン3は今お買い得、ちょっと見てみようか。この手のゲームで初めてつまらずに進めてます。ああ、そうなんですね。ね、これ、なかったもんね。ガチャ、クレーンでアイテム取るんかと思って。ああ、考えたなーと思って。あ、光ってんの結構レアリティ高いやつやろね、この辺。繰り返し戦うの好きやからね。メガテン3ちょっと見ていいかな。ノクターンの方っていうか、ノクターンしかないんか。え、違うよね、これノクターン。あー、このね、好きやな。金子さんの時のやつやね、これ。最初の頃の絵めっちゃ好きやわ。いや、アトラスってすっごいイラスト好きやった。この、うん。おー、おったおった。今、あー、1000円切ってんねんや。1000円やったら全然ね、RPG やから楽しめるよね。88%。この絵とかめっちゃ好きやわ。この服いいね。こういう格好したいな。ジャックランタン。あー、これね。はい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 。ヒーロー作るやつですね。ベルトコンベアで、ラインで。工場とローグライト、それにタワーディフェンスを融合させたゲームです。付けの組み合わせでヒーローを作るんやね。ほい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 。ここで転生するってことかな。あー、これ弱いキャラやろね。だんだん、こう、部品、ラインが増えて、部品くっつければくっつけるほど、あ、はい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 。槍を持つと。さらに鎧切るとか、兜被るとかなってくるんやろうね、これ。これ、ちょっとウィッシュリストいうとこ。入れてなかった。自動化のローグライト好きなんで。タワーディフェンスは忙しいか、でも私もこれ苦手やな、でも。あれが、自動化ライン清掃が苦手。これね、はいはい。おー、700人ぐらいいってるね。サエコ。なんか、コビットと、この巨大な女の人のなんか物語っぽい。目を覚ますと巨大な少女があなたを見下ろしていた。前衛的なアートスタイルと残酷ながらに、魅惑的なストーリーテイリングでサエコとコビットたちの運命を体験しよう。難しそうやな、これ。なんか、
この手書き風はフリーゲームっぽいところもあるよね。あー、1000人ぐらいいてるんだよね。独特やね、これ。ハイパーリアルパブリッシュ。これパブリッシャー有名？あー、青十字病院のね、アルガさん教えてもらったやつですね。パブリッシングやからな。青十字病院は違うよね、あの作ってるとこ。あ、風呂敷ラボか。このハイパーリアルパブリッシングはちょっと要チェックかもしれんね、販売会社。あー、これもなんか言ってたね。パリー決めれば決めるほど能力がなんか強くなっていくって言って言ってたね、あのナレーションの人。沢村さんかな、佐田さんかな。こんばんは、ライブは初めて、初めましてです。ありがとうございます。今回のセール関係ないですが、チームメロは山ちゃんさん好きそうです。ああ、そうなんですね。絶妙な 2D 手書きビジュアルを特徴とする変更を中心としたメトロイドバニアゲーム。全然パリ決めれば決めるほど強くなるなんて書いてないやん。聞かないで、ただ反らしてください。反らすことはディベーターかな。あー、やっぱそうかもしれんね。パリ決めれば決めるほど強くなるとか、なんかナレーターっていうか、あのインディーゲームライブエキスポで言ってたような気がしたんやけど。難しそうね。ほんまあれっぽい、ホロナイトっぽいよね。か今度出るナインソウルみたいな。シンムメイロ見てみよっか。あ、綺麗ね、なんか。何これ、全然知らん。あー、これあれか、見た見た、あれや、かまいたちの夜にインスパイアされたとか言ってたやつね。で、なんかあれじゃない、地下研究施設がどうのこうの書いてあった、見た見た。なんかあのほら、地下2000メートルとか書いてあったら、これあれやん、レニューやん、レニュー。あれ、レニューって地下やったっけ。あー、確かに好きそう、これ。でもね、私キャラクター映ってる方が好きなよね。キャラに没入できる？わからんけど。こんばんは。そらすことがパリーということでしょうか。なんか、ちょっとごめんなさい。ちゃんと読んでなかったから。攻撃や防御が生活すると、パワーアップするって書いてあるから、そこ、あー、やっぱそうなんでしょうね。おりやすいな。これ気に、確か、うん、気になってた、気になってた。キャラクター映ってた方がいいよね。かまいたち意識したんかな。これキャラクター結構、重要やねんけど。私の中で。これもちょっと気になっとってんな。パラサイド。デュアリティアンバウンド。シミュレーション系かな。マスネ移動やけど、あれやな。核戦争の後、宇宙の恐怖と絶望との戦いを両方の世界で、両面世界で地球の残党を引いて地球外の脅威と戦おう。おう、未知の領域を探索せよ。タスクフォースを進化させよう。マップはあ、なんか入れ替わるんかな。ウィッシュしとく。キルザシャドウもね、あのドットが細かかったよね。これでもあれかな、2.5D なんかな。背景は 3D っぽいよね。反帝国ちゃうかな。そうよね、多分。背景、これ本当に背景だけ 3D やね。オブジェクトは全部ドットですね。この辺だってドットじゃないもんね。なんか泥臭そうやな、かなり。あれ、アクションじゃなかったこれ。アドベンチャーか。アドベンチャーっぽいね。探偵パズルと書いてある。わぁ、なんかだいぶ雰囲気の割に、東南アジアっぽかったな。これもちょっと気になっとってんな。これなんか2秒前の自分を使って、パズルクリアしていくようなやつやったと思う。前に進み続ける人生で、過去とどう向き合えばいい。少女の内なる声に耳を傾くパズルを一歩一歩過去と向き合っていくパズルゲーム。ああ、やっぱ2秒か。今のはちゃうかったよね。これもまた難しいな。2秒後の説明しにくいな。だからディレイやね。ディレイで自分がついてくるよね。うわ、苦手やな、これ。難しそう。あ、2秒とは書いてないね。ちょっと秒数はちゃうかもしれんけど、2秒って言ってた気がするんですけど、まあ、ディレイで、遅れて、時間差でやってくるんですね。それをうまいこと活用してパズルを解きながら進んでいく、プラットフォーマーかな。難しいよ、これ多分。はい。っていうことで、まあ、セール見ていこうか。セール少ないね。91本しかないわ。人気。
あ、まあ、どうしよう。人気で見ていこうか。あ、グランブルーファンタジーが一番上に来るんや。グノーシア良かったね。これおすすめできるんじゃない？俺もうこれ、一人、人狼やりたくて、勝ったもん。ビリッジサイバーやりまくって、うわ、なんか面白そうなの出るやん。ビータごと勝ったかも、これ。あと、絵が好みやったんですよ。これ。まあ、人狼ゲームですね。SF 人狼ゲームですね。アイデアファクトリーのゲーム出ないよね。あの、スペクトラルフォースの物語とかめっちゃ好きやってんけどな。人間を恋し人間ウェイブとかね。そうそう、考察もいいんですよね。ラッキーを。こいつらね、人狼の時また悪い顔するんよ。こんな顔するんよね。ラッキーもなかなか悪い顔するからね。あー、もういいんじゃないかな。だいぶ楽しめますよ、これは。1000ぐらいやったらいいと思うけどね。宇宙人狼、何回もね、できるから、これ。ステラが人狼やった時はなんかすげえショックやわ。ラッキーは最初嫌いだったけど話が進めつけ好きになった。イルカの宇宙人、星を見る人、星を見る人とかめっちゃ懐かしい。知ってる人あんまおらんのちゃう？あー、これ買いたいなー。これ買おっかな。あー、あかんあかん。俺、あれや。もうあさって、しあさってぐらいにあれ買わなあかんね。東京サイコデミック買うね。くれへん。くれへんかな。こんな言うとあれやけど。あー、評価いいね。7 days to end with you。この、これはあれですね。言葉を推理していくゲームですね。エントリーエフェクトは良かったですよ。エントロピーエフェクトね。ブレイブルーエントロピーエフェクトですね。あれすごいアクション、すごいよね。あー、サイコデミック、期待されてる方多いね。サイコデミック、その割にフォロワー数少ないよね。言葉、これいいと思うな。評価いいもんね。いつか顔、やってみよう。まだ、誰の実況見てないからさ。私ネタバレまだ全然知らんから、絶対遊べる。これ一番最初の文字ってどうやってあれかな？知るんかな？気になる。メグと化け物いつかやりたいなぁ。メグと化け物は、Gモードやったっけ？あ、おでんキャットさんね。結構やったね、ここのアドベンチャーゲーム私も。これもまためっちゃいいらしいよね、話が。直近 100%! 直近 100%! すごいな。メグが異世界に来てしまって、この最強のモンスター、ロイか。ロイと、なんかちょっと、コアクトみたいなやつとね、一緒に、メグが泣いちゃうと、世界が崩壊してしまうんですよ。でも、ロイは最強なんで、傷つけへんけど、ルイが攻撃されたりしたのを見たら、メグの心が傷ついて、メグのヒットポイントが減るっていう仕様らしいんよ。メグと投げ物を他の人の配信で見たんですけど、超投げました。やっぱりいいらしいよ、これ。100% で、めちゃくちゃいいやん。全体でも 97% やねんけど。これもうあれやん。もう誘ってるやん、涙を。ハデスとかもこんな感じよね、でも。100% じゃないけどね、ハデスは。9じゃ8か99ぐらいだったと思うけど。あー、メグと化け物いつかやりたいな、私も。おでんキャットさん、携帯ゲームは派生やけどね。いいの多いんよ。まあ、クマちゃんもいいよね。スノーマンストーリーも良かったよね。私携帯でやったけどね。あ、夏の彼方の人は、何やったっけ？覚えてないね。あ、ほんとですね。さっき書いてあったね。カズヒ、いろんな人があれか、個人で出してたり、チームを組んで、なんか出してたりするんですかね。なんかその辺よくわからんね。でもなんかよく書いたもんね。なんとかがさ、なんかの人が参加して、とか。あー、午前5時ピアノを弾く、やってない。無用やったっけ？忘れてた。今思い出したわ。撮ってるけど、やってない。あー、この人ね。これ、好きやな。あー、ほんまや。ムーンレスムーン入ってるわ。詳しいな。そうですね。夏の彼方は、完全版が、ビヨンドね。6月20日ですね。これ、有料かな？ちょっとわからんねんけど。無料かな？ちょっとその辺は、ちゃうっぽいね。多分、有料になるかもしれんね。ちょっとこれでググったら、出てくるかもしれん。あと何かな？なんか、獣 T タイプは？あった？獣耳、好きには。なかったよね、これも。多分。さっきの。獣ティータイムは、獣耳が当たり前に存在する世界で喫茶店を舞台にしたブレンドティー。あ、確かに、コーヒー系多いかもしれんね。さっき言ってたね。可愛い物語を体験できます、ということですね。これ、なんか言い方ってちょっと偏見があるかもしれんけど、男の人好きかな？これ女の人向けじゃない？女の人が、可愛いっ
って言ってやるゲームかな。なんか女の人が やりそうな感じやねんけどな。女男とか関係ないかもしれんけど、あ、なんかあれやな、コーヒートークっぽいの混ぜた。ちょっとこれおかしい、首が。なんか私がこれもしかして実況だったらすっげえなんか、あ、山ちゃん、そういう系みたいな思われそう。オールインアビス、イカ様。久しぶりにこのハマーンカーの声聞いてすっげえなんか、あーと思ってんな。ギャンブルとは。この声いいな。めっちゃ好きやわ。うわ、ハマーンやと。運命を受け入れずに嘘を重ねる。その欺瞞を積み上げた街は、アビスへと落ちる。でもこの人は昔からおるからさ、結構ご年配の方よね、絶対。めっちゃかっこいいよね、この人の声。街を滑る5人の魔女。何のゲームやろ。ハーマンしか気になれへんかったから全然内容見てなかった。わしが死ぬか魔女が滅びるか、ゼロか100かのデスマッチよ。自称機内の天才ギャンブラー。ああ、ギャンブルゲーなんや。瀬戸原アサハ、ギャンブルトックを支配する。なんかあれやな、影狂いみたいな。影狂いまだ見てないんだけど。魔女に勝負を挑んだ彼女は勝利目前に謎の力によって敗北してしまう。イカ様を暴きポーカーでのし上がるギャンブルアドベンチャー。ポーカーなんや。生きている声優さんやったんや。聞いたことある声。ハマーや、ハマーン。ハマンカーンやん。でも、イカ様なんですよね。イカ様っぽいね。ちょっと赤木とか見とったからさ、俺あんまり坊や鉄じゃないわ。坊や鉄の漫画なんていう名前か忘れたけど。あんま好きじゃなかったな。かっこいい声やな。あとなんかあったかな、この中に入ってないやつ。あ、これこれ、クロックローグ。これ面白そうと思ったんですよ。時計のね、ローグライク。なんか、ここにね、アイテムみたいなのが出てきて、ほらほらほら。クロックローグは、プレイヤーの体内時計で戦う戦闘が特徴のローグライクアクションです。自分だけの時間を構築し、あ、ハリネズミなんや。ハリネズミの体内を守り抜きましょう。なんかよくわからんけど。ユニークやなと思って。あー、自分で秒数決めるねや。まあまあ、58、なかなか特殊なゲームやもんね。あ、あるわ、あったわ、クロックローグ。まあ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 。まあ、東京サイコデミックはどんな評価になるか、まあ評価気にせず買うけどさ、もう。でも、ちょっとわからん。買う買うって言って買えへんかもしれん。だってあれ、6000円とか5000円とか、5000円は買うかな。あ、5000円、4800円までやな。5000円超えたらちょっと変わんな。あれも金額出てんの？あれ国産やからちょっと怖いとこあんねんな。調べてみようかな。ちょっと待て。5900円、6000円するやん、これ。お、マジか。ちょっと予想外高かった、これ。びっくりやな。ほんまに？スチームもそうな。パッケージ版6000円。マジか、6000円高いぞ。スチーム5940円や。スイッチもそうやね、多分。あ、全部そうや。これ10%引きでも5400円ぐらいもんね。ごめん。買わんかもしれん。買わんかもしれん。高い。あー、そっか、そうよね。だって、他、コンソール、コンシューマー機で出たら、コンシューマーがさ、5900円で、スチームで3000円だったら誰も買わんもんね。確かに。そらそうだ。そらそうだ。そうか、そういうことか。ちょっと厳しいな。死神買おうかな、じゃあ。死神、賛否両論やからな。ちょっと最後ショック受けて終わるわ。お、マジか、ってびっくりしたね、今。見るんじゃなかった。ということで、今日は終わっとこうと思います。まあ、この配信が皆様の何かお役に立てればよかったと思います。ご視聴ありがとうございました。皆様、明日の良い一日でありますように、次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。お疲れ様でした。ありがとうございました。長い時間お疲れ様でした。ありがとうございます。